はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの成分丸2をお送りします。で、前回からね、この成分が始まって、で、前回はポイントを含めて基礎的なところをやったんですけど、今回は問題を3問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。おし、じゃあ行きましょう。で、まあ成分ね、前回やらせてもらったので、まあ、その知識を使ってやっていくんですが、まあこういうタイプの3つね、ちょっと全部タイプ問題が違うので、こういう時はこうやって解くんだっていうのを確認していってください。で、まず1番が、まあ全部共通ですけど、まあ A ベクトル、B ベクトルが置いてある成分でね、で、成分で置かれてて、まず1番は 3A ベクトルマイナス B ベクトルを成分で表そうと。つまりこういう括弧のね、この状態で表してくれっていう問題。でも、これね、普通に計算して終わりなの、これ。これをね。で、どう計算するかってとこが大事で、まず、あれでしょ。で、ちょっと今回ね、3問あるんで、ちっちゃくいきます。見にくかったらね、全画面表示でお願いします。で、まず A ベクトル3倍してるので、まあ、この書き方がいいのかわかんない。説明書ちょっとね、こう書かせて。A ベクトルを3倍っていう感じ。で、B ベクトルをマイナス1倍だね。一応書くと、マイナス、で、マイナス2の3と。まあ一応 A ベクトルと B ベクトルを当てはめただけですね。で、これがどうなるかっていうと、これ結局成分で答えるから、答えもこうなります、答えるときに。で、左側 X 成分と右の Y 成分を分けて考える。で、どう考えるかっていうと、まず左側、これ3って書いてあるんで、3配って OK です。つまり32が6、これもマイナスを配ってプラス2になります。だから X 成分だけ考えると、プラス6とプラス2なんだよね。くっつければ8になるよね。で、Y 成分も同じように考えると、配って3、配ってマイナス3、くっつけると0なんで、8の0で成分で表せって言ってるから、これで OK です。これが答えになります。いいかな。で、今回ね、2番が一番板書取るんだよね。ちょっと変な感じになるけど、まあ、その下に行こうかな。2番で、2番も A ベクトルと B ベクトルが成分で置かれてると。で、とするときに、今度は P ベクトルマイナス5の3だね、これをこの2つを用いて表します。で、用いて表すってのはどういうことかっていうと、これ答えじゃないけど、例えばね、 P ベクトルは 5A ベクトルプラス 2B ベクトルみたいな、こんな感じ。さっきのこの状態ね、A を5個と B を2個でこうなりますよって。これならないよ、今適当に書いただけだけどね。だからゴールとしてはこういうイメージになるんだと思ってください。 P を AB を用いて表すときはね。だから大事なのは、この5とプラス2の部分の数字がいくつなのって。言ってしまえば、 A ベクトルをいくつ使って B ベクトルをいくつ使ったらこれになるのっていうのを求めたい。で、これね、ちょっとずるい方法でやっても結構当たったりするんですけど、ちょっとちゃんとしたやり方でいきます。で、最後一応ね、ずるいのも簡単に言おうと思うんですけど、あんま実用性ないけどね。だから、まずね、P ベクトル。こいつを、こことここの部分がわからないので、文字を使っておきます。まあ、XY とかでもいいと思うんですけど、まあ、ST とかって置くことが多いかな。だから、SA ベクトル。ここね、数字わかんないからさ。プラス、TB ベクトル。こうやって置くの、最初にね。で、置いて、このまま計算していきます。A ベクトルはマイナス1の1、B ベクトルが1のマイナス3って分かってるからね。で、入れると、S 倍のマイナス1の1、プラス T 倍の1のマイナス3となります。ちょっとあれ消しとこうか。で、これをね、さっきと同じように計算すると、X 成分、これ入ってる。だからね、
X 成分は配るとマイナス S、 配るとプラス T なんで、マイナス S プラス T とこうなります。 X 成分で、 Y 成分は配ると S、 配るとマイナス 3T なので、 S マイナス 3T とこうなる。で、こいつがこうなればいいんだよね。今、いい？これとこれ一致しなきゃいけないと。だから、この下は無理だな。ちょ、変な感じになりますけどね。上行きます。つまり、マイナス S プラス T、左側の X 成分がマイナス5なんで、イコールマイナス5。で、右側の Y 成分、S マイナス 3T イコール3と。こうなって、もう見てわかるように、これはあと連立して解けばいいでしょっていう。で、ちょっとこれ暗算で言っていいですか。両辺足すと S 消えるので、マイナス 2T イコールマイナス2になるから、解くと、まず T からいこうか。T が1か。合ってるよね。で、T が1なので、代入上とかにすると、1持ってきてマイナス6だから、S は6と。ね、こう出たでしょ。で、間違っちゃいけないのは、ここ止めないでね。答えこれじゃないからね。答えはちゃんと A と B をね、ベクトルを用いて表すのが答えだから、最後ちょっとごめんね詰まっちゃった。 P ベクトルイコールここ、ここか。 S が6で T が1なので、 6A ベクトルプラス B ベクトルと、これが答えになります。これちゃんとしたやり方ね。で、何がずるいかっていうと、これあれね、テストの時にやり方を思い出せなくって、しかも途中式いらない時にしか使えないんですけど、さっきも言ったように、結局これね、こうなるために、これをいくつ、これをいくつなのっていう、そこだけなんだよ。で、今回は、A が6個で、B が1個で、これに一致するんだけど、例えばさ、まあ、数字がちっちゃいければ使えるってとこもあるんだけど、X 見るとさ、マイナス5にしたいじゃん。マイナス1をいくつ使って、1をいくつ使えばマイナス5になるかって。例えば、いや、答え一致しちゃうけど、マイナス1を6使って、こっちの1ね。1を1つ使ったら、マイナス6とプラス1でマイナス5になるじゃんか。で、マイナス5になるから、それが、この Y 成分の方でも。だから1を6個だったら6。マイナス3を1個だったらマイナス3で足すと、あれ ?3 になるじゃんって。あ、じゃあ6個と1個で OK じゃね?っていうのができるんです。だから例えばこれがもしダメやったら、次にマイナス1、こっちを7個にするとマイナス7でしょ。マイナス7をマイナス5に持っていきたかったら、これを2倍すればいいから、こっち2個使えばいいと。7の2ね。で、7の2でこれで X 成分一致するから、あとは Y が一致するかが勝負なの。で、Y の方がこっちが7になる、こっちがマイナス6になる、足すと1、一致してないからこれダメだねみたいな。今回ね、一発目で当たっちゃってますけど、こういう風に、なんだ、このパターンどうなのって確かめていくといつか当たるっていうこともあります。これズルね、完全なね。ズルですけど、テストの時にさっきも言ったように途中式がないと。答えだけで OK でやり方がね、思い出せなかったら、一点でも多くかすめ取るっていう姿勢は絶対大事だから。勉強において。俺はね、そう思ってる。ズルかったとしてもね。だから、こういうのもありかなと思います。まあ、なんだ、頭の片隅でも置いといて、この知識はね。で、最後は平行だね。で、今回は A ベクトルと B ベクトルに X が入ってます、もろに。で、この2つが平行になるように X の値を、あと X の値を定めたいと。で、もう平行ってキーワードが来たら、ベクトルにおいてね。これ、どっちでもいいんですけど、片方のベクトルが、片方のベクトルの K 倍、まあ、定数倍だね。これを満たせばいいんです。これどっちでもいいです。A ベクトルイコール KB ベクトルでも OK なんだけど。で、結局、これ今からこれを成分を入れていくのね。で、これどっちでもいいんですけど、X が両方入ってるじゃん、こっち。で、こっち、片方は1なんだよね。で、K を配るから、さっきみたいに S を配るみたいな感じで。ってことは、K を配った時に文字が少ない方が楽かなっていうイメージがあるので、今回は A に配ります。だから、B ベクトルをこれ入れると、そのままね、X と X プラス6イコール K 倍の1の X。 これだったらさ、 K と KX になるから、
もしこっちに配っちゃうと kx と k カッコ x プラス6になるので、まあ、こっちの方がちょっとシンプルで簡単そうかなっていう感じでこっちを選びました。でどうなるかっていうと、これ右辺がさっきも言ったように配ると k と kx になります。で今成分イコール成分になってるので、これ x と y 両方比較して x と k は一致します。これ同じだからね、今だから x イコール k が成り立つの。これ x でこっちね。で y 成分の方も x プラス6イコールこれと一致 kx、 これを満たします。で結局これまあ文字2つ使ってる連立方程式なので、それを解けばいいと。で k は出す必要がないので、特に x 先出れば OK だからさ。だから下の式の k の部分に x を代入します。 k イコール x 満たしてるからね。だから x プラス6イコール x 2乗ここの k に x 入れた感じ書いちゃった。よいしょ。で全部右辺に持っていってまとめていきたいんだけど、入るかな。下に答え書きたいんでこっち行こうか。これまとめていくとこんなで、二次方程式なんで、これただの因数分解してもらって、これ右入ってるかな。あ、OKOK。で、答えが、x イコール3とマイナス2と。これで、OK といった形になります。なので、まあ、今回ね、覚えてほしいのは、まあ、こういう計算、普通に計算していいんですよって、ちょっと変な形に見えますけどね。成分、x と y を分けて考えてもらえば大丈夫です。で、ここでやってるのも連立方程式だけだし、ここもね、結局まあ代入とか使ってますけど、最後は二次方程式に落ち着いてるので、まあ、今までやってきた計算の方に落ち着くんですが、まあ、ベクトルをこういうふうに扱っていけるんだっていうのを、ぜひね、覚えておいてください。では、今回は高校数学数 B のベクトルの成分2についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、この成分ね、一応4まで取るつもりなので、次回3、またポイントがあります。で、今度は2点間、まあ A と B っていうそのね、座標軸の時に、こことここの間のベクトルとか、そこの長さみたいな問題をやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。